虎杖取り、田中幸太郎、慶州画家の伊藤美世の女子は、秋田の出身であるが、その女子が小さいとき、それは春先のことであった。ある日、隣の友達と、裏の田んぼへ出て、虎杖を取って遊んでいると、どこからともなく、六十くらいの優しそうな老人が来て、わしにもおくれ。 というので、取っていた板取りを二つ三つやると、老人は皮も取らないでべろりと食ってしまって、また手を出して、もう少し遅れよ、と言った。そこで、また二つ三つやると、またペロリと食ってしまって、すぐまた手を出すので、子供たちはありったけの板取りをやったが、老人はいくら食っても食い足りないというように食って、 わしは、いたどりが好きで好きでたまらない。どっさりあるところへ連れてっておくれ。と言った。子供たちは、下切りすのおじいさんのような、人の良さそうな老人に、すっかり懐いているので、杉林の方へ行くとあるわよ。と言って、老人を連れて、汽車の線路伝いに行った。行っていると、小溝が流れていた。子供だけは、 いつもその小溝を飛び越えているので、老人と一緒に飛び越えようとすると、老人はあぜべったりと座り込んで、こんな大きな川は私には飛べないと言った。子供たちは老人の言うことがあまり大げさであるから、おかしくてたまらなかった。飛べないなんておじいさんは弱虫ねこんなとこ何でもないことよ。と言って、みんなで、 老人の手を引いたり、腰を押したりして、その溝を越して、前方の杉林へ行ったが、そこには、虎杖が一面に生えていた。老人は、ひどく喜んで、いきなり五六本、ポキポキと折って食い、それから、懐からガマ口を出して、二十銭銀貨をつかみ出して、さあ、褒美にあげるよ、と言って、皆に一枚ずつくれた。そして、 がま口をしまいこむなり、そこへはいつくばって、いたどりを食い出した。子供たちは、老人が夢中になって、いたどりを食う様が面白いので、老人のそばに立って見ていた。その時はもう夕方で、カラスの鳴き声が聞こえ、周りが灰色になってきた。子供たちは不安になった。帰ろうよ。お母さんに叱られるわ。 そこで子供たちが帰ろうとすると、それまで子供たちのことは忘れたようにして、いたどりを食っていた老人が、不意に顔を上げて、わしの家はどこだよ、と言った。老人が変なことを言ったので、子供たちは老人が怖くなった。子供たちは後すさりしながら逃げようとした。すると老人は子供たちの方へ指をさして、きつね、きつね、きつね、 と言って、体を起こすなり、べたんと座って、何かに恐れるように、触るな、触るな、触るな、と、震えた声で早口に言ったが、やがて、両手のひらを合わせて、子供たちの方を拝んで、頼む、頼む、この通り頼む、頼む、というので、子供たちは意味はわからないが、逃げることもできないので、 遠くから老人の方を見ているうちに子供の一人が、狐だと言って逃げ出したので、他の子供たちも口々に狐、狐と叫びながら逃げて帰った。子供たちの機械な話を聞いて、物好きな村の者が杉林の方へ行ってみた。杉林の出口の田んぼの中に、かの老人が素裸になって倒れていた。村の者はそばへ行って、 おいどうしたのだおいと言って声をかけると、死んだようになっていた老人は、バネ仕掛けの人形のように、ぴょこんと飛び起きるなり、犬か何かの走るように逃げ出した。おかしなやつだな何なんだあれは村の者は老人の正体を突き止めようと思って追っかけたが、別に悪いこともしていないから、悪人を追っかけるように追っかけることもできない。そこで足を緩めると、 老人も足を緩めて、後ろの方を振り返って、きょときょととしたが、その様が、いかにも人間らしくないので、また追っかけた。追っかけると、また逃げ出したが、足を緩めると、また足を緩めて振り返ったが、そのうちに、一本杉の方面へ、姿を消していった。一本杉は昔から、狐が出ると言われているところであった。